で、まあ、でこういってここでもう一回変身言い忘れました。いや素晴らしい、かっこいい。すいません変身ちょっと思わず言い忘れるぐらいちょっとちょっと子供に書いてましたもんね、はい、今そうですね説明してしまいましたけど、僕も子供の頃はそうでしたけど、やっぱりこうなんていうかな、自分がそのライダーになりきってとかそういうふうにこう変身ポーズ取っていたので、まあ、僕のというよりはぜひですね、はい、まあ、作品見ていただいて南光太郎に皆さんなってもらって変身していただきたいなというふうに思います。はい、はい、コツは、まあ、僕はとりあえずあのまず倉田さん の、はい、あの変身ポーズをものすごい練習したので、はい、あのまずそうですね、あの倉田さんのキレのあるオリジナルのポーズを練習しつつ、はい、あのやっぱりあのギリギリっていうあそこで、まあ、気持ちを込めて、はい、まあ、できたらその前にあの許さんっていうセリフを一回言っていただいてから、あのぜひですね気持ちを込めてあのこう怒りとこう悲しみを込めて、はいはい、変身していただくと変身できるんじゃないでしょうか、はいはい、もうあちこちの街で許さんっていう言葉が飛び込るかもしれません。